皆さんこんにちは、武田塾の高田です。清水です。共通テスト1日目、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっとこれね、共通テスト前に収録してる動画になるので、今年の共通テストがねどういう状況になってるかちょっと僕ら知らない状況で今撮影をしてます。もしかしたらとある科目がめちゃくちゃ難しくなってたり、大きく傾向が変わってたり、受験生をね混乱させるような問題が出たり、毎年共通テスト何かしら起きますから、はい、もしかしたら今日も起きてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうですよね。問題傾向じゃなくても、まあ、個人的にこの科目がうまくいったいかなかったとかね、みんな何かしらはね、うん、あると思うんですよ。1日目とりあえず終わったということで、お疲れ様でした。はい、まだ明日も残ってる子もここいつこだと多いと思うので、明日に向けてっていうところでちょっとお話をしていきたいなと思います。はい、じゃあ清水先生、共通テスト1日目終了後のアドバイス、はい、お願いします。まずですね、自己採点はしないでということで、もう少し夜遅くなってきたら回答速報とかが、ね、出てくると思うんですよ。自分の点数何点かなって気になると思うんですけど、はい、これはしない方がいいですか？そうですね、我々予備校関係者もね、はい、もうとても気になるところではあったりするわけなんですけれども、自己採点ってことは今日終わった科目ですよね、社会、国語、英語、リーディング、リスニングの採点をしたいっていうことだと思うんですけれども、まず一つ言えるのは、明日残ってる人って過去の確認より明日の準備をした方がいいですよね。もちろんその回答速報で例えば点数や丸付けして、どこ間違えたんだろうなとか、ああ正解こっちだったかみたいなことって普段だったらすると思うんですけど、その時間って明日の一点にもならないんですよ。ならない。なのでどっちに時間を使うかで言うと、明日の準備の方が良くないですかっていうのがまず一つですよね。回答速報って、はい、こう見ても、まあ、自己採点しても得がないですよね。だから良かったとしても油断しちゃうし、はい、悪かったとしても暗い気持ちで2日目迎えちゃうんですよ。どっちも良くないです。そう、そうそう。僕はどっちかっていうともう我慢できず見ちゃいました、正直話すると。でも見ちゃった結果2日目めっちゃ油断しました。僕は1日目うまくいったタイプだった。ただ同じように共通テストの会場には回答速報見ちゃって自己採点して、はい、絶望の顔で来る子とかもいるわけですよ。もうダメだ、終わりだみたいな。はい、もしね、そう知らずに2日目本気でやってればいい結果で出せたのかもしれないじゃないですか。それ巻き返すみたいなこともあるわけじゃないですか。はい、絶望の表情で2日目来て、そんな頭入んないですね、数学とか、はい。そこでもやっぱうまくいかずみたいなことがあるんですよ。知らない方がいいっていうことって絶対あると思うんで、自己採点はしない方がいいんじゃないかなと思いますね。個人的にはいいなんですけど、はいはい、感情が疲れませんか、自己採点。ああ、なるほどね。よしよしよしうわーみたいな、そんなことしてる場合じゃないんだよみたいな、一問一問宝くじ当たったか外れたかみたいな、そんな感じですね。ただでさ、一日みんなね試験会場で頑張ってきたんで、余計疲れちゃうんですよ。速報待って、あ国語出たとか英語出たとかね、待ってる場合じゃないんで、それは明日の準備をしたら、どっちかというと体調回復だったりとか、いつも通り寝たりしっかり食べて寝ることっていうのにね意識を向けてほしいですね。で明日はねメイン理系科目ですよね。文系の人だったら理科基礎 1A2B と、理系の人は理科科目きますけども、どんな準備が前日はおすすめですかね。あ、これも文系でも理系でも理科が多分やるべきことかなと思います。はい、理科基礎とかだったらそれこそ決めるシリーズとかの講義系の本を、まあ、前日読み込んで読み込んで読み込んで不安なとこなくすっていうのも一つだと思いますし、まあ、理系の理科の子だったら自分の苦手な分野を最後問題演習して確実に自信持って会場を迎えるようにしとくっていうことができる準備だと思いますね。あとまあ数学だったらもう本当に苦手な分野を決めて最後総チェックかなと思います。知恵のデータの分析とかね、うん、2B のベクトル数列とか、ここだけは何としても最後確認しときたいって分野を厳選してやるのがいいと思いますね。今日1日目の前日にね、はい、本番のマインドセットっていうのをしましたけども、はい、まあ改めてね、あの、はい、今日ね確認してもらって、うん、2日目気抜けちゃうとかならないようにして、まあ、やってもらっていいです。1日目で、ね、超準備して超ド緊張ですよね。そうそうそう、2日目とかね、その会場にもよるんでしょうけど、やっぱ友達とかもいるじゃないですか、はい、学校の友達とか、はい、あれでも共通テスト本番これ入試だと思ってるけど、意外と周り友達いてなんかいつもの雰囲気だなみたいな感じで緩んでくるんですよ。いつもの学校かぐらいな感じになっちゃうんですけど、はい、ちょっと待てと、いや本番だよっていうところは2日目は実は大事かもしれない、はい、最後最後まで結果出すことにちょっと意識を向けてほしいですね、はい、まあ、たった2日間とはいえ良くない慣れにはならないようですね。ある程度緊張感はプラスになるんでね、はい、そこを持っていきましょう、うん、あとはですね、自己採点してなくても、はい、解いた感覚で良かったか悪かったかって大体わかるじゃないですか、うん、そうですね、してなくてもなんですよ、うんうんうん、ただそれも良かったら良かったで調子に乗ってほしくないし、うんうん、悪かったら悪かったで諦めちゃダメですよ、うんうん、っていうことをお伝えしたいかなと。
ね。そうですね、前日の動画でも流したんですけど、やっぱ共通テストで大こけしちゃう子っていうのは一つの失敗を引きずって全滅しちゃう子なんですよ。一、うん、つや二つ二科目ぐらいの失敗は全然ある話なんで、はい、ミスったとしてもこっから挽回するぞ、私はまだ諦めてないぞの気持ちで盛り返してほしいんですよね、うん、諦めてもう無理だ今年ダメだ国公立いけないみたいな感じで全部バーンってなっちゃうと、はい、もったいないよっていうことだけ言っときたいですね、うん、そうですね、特に国公立文系の子であれば、はい、やっぱり文系科目で稼ぎたかった子って結構多いと思うんですよ、うん、1日目はもう終わった通りしょうがないと思うんで、はい、もしうまくいってなかったとしても例えば明日の理科基礎ですごく差がつくかもしれないし、はいはい、文系が例えば何か1日目仮に難しかったとしたら逆に数学なのかもしれないっていう風に考えることもできると思います、ね、うん、数学とかもね苦手な子も諦めちゃダメですよね、うん、去年あんだけ難しかったんだから今年逆にチャンスに変わるとかそんな可能性も全然あるんで、そうなんです、逆に国公立理系の子であれば1日目の文系科目がそこまでうまくいかないってなっても、うん、はい、理系でしょうと、理系で稼げるなんぼでしょう、うん、という気持ちで改めて自分のね、まあ、メインで勉強してる数学、うん、理科とかで、ね、稼ぎに行くぞという気持ちでやってほしいですよね、うん、とにかくもう気持ちは明日にで最後まで諦めるなってところにつきますね、うん、そしてまあ最後みんなに伝えたいこととしてはですね、お風呂に入って早く寝てください。皆さんが思ってる以上に、自覚している以上に多分今日疲れてると思います、うん、特に精神的に、いやそうですよねもう朝から緊張してますからね、朝から夜までずっと緊張していて休み時間もね、はい、まあ、勉強してる子も多いだろうから頭をとにかく回復させてあげてほしいなと思いますね。で明日の朝すっきりした状態で目覚めるってことに今意識を向けてもらって、明日最高のパフォーマンスを出せるように、まあ、頑張ってほしいなと思いますね。数学とか特に集中力とか、はい、やっぱ思考力ってめちゃくちゃ大事なんで、うん、脳をしっかり休めることに今日は時間を使ってほしいなと思います、はい、明日2日目ありますけども、はい、文系の人だったら最後の 2B 終わるまで、理系の人は最後の理科の2科目目が終わるまで、うん、気を抜かないでね頑張り切ってほしいなと思います。いい結果出せることを祈ってます。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。